からは、今回、モロになるとは思います。浴衣着たのが初めて。そうですね。ちゃんと着たことはない。でも、どうですか？ちょっと、一本男児っていう感じします？そうですね。いや、ちょっともうちょっと見つかんだろうな。ハンディ選手はいかがですか、浴衣着てみて。ちょっと短いですけど。そうです。めっちゃ色があるんだよ。俺は色っぽいんじゃないですよ。初めて来たんですけど、こうやって短く着るもんだと思ってました。ありがとうございます。そしてちょっと皆さん気になってると思うんですが、田中選手、怪我の具合は大丈夫ですか？怪我はほとんど9割ぐらい治っているので、あともう少しで練習復帰して、で、まあ、試合出れるようにアピールします。今日は相手の福岡戦ですけれども、どういう試合展開になると予想しますか？とりあえず絶対に勝たなきゃいけない試合だと思ってて、試合展開的にはもうやっぱりレイソルがポジションを高めて攻め切って勝てるっていうのがやっぱり理想だと思うので、そういう試合展開を見たいです。ちなみに何対何で勝つか、お二人予想していただいてもよろしいですか？じゃあ田中選手。2-0。エアンドロ、エアンドロがまあ調子いいので、エアンドロ、ハンディ選手はいかがですか？得点予想。저는한4-0으로이길것같아요。自分が思うに4-0で勝つと。北島さんに勝つには、そう많이넣을거라생각하지만、지금은뭐、대한상이나、의회상이나、そんな、カワ형、한個씩、골고루넣으면좋겠다。北島選手がいれば、ゴールを期待できると思うんですけども、今いるレアンドラもそうですし、カワ、両方、4人で4点取るんじゃないかと思います。ありがとうございます。強気で、4-0ですよ。堅実な感じ。ではいつも行っている丸バツを行いたいと思います。このステージでは5問私が質問を出しますので、それに丸かバツでお答えいただくんですが、いつも使っているこの丸バツの棒がですね、なぜか一ついきなり紛失してしまったということで、これはハンジン選手にお渡ししますので、ジュリア選手は丸かバツ手です。それでお願いします。大丈夫ですか？では行きます。1問目、柏レイソルチームの皆さん、個性的な方ばかりです。そんなチームの中でこれだけは誰にも負けないということがある、あるかバツか。はい、ありがとうございます。2問目、ハニー選手もレイソルには慣れましたでしょうか？田中選手はもう十分溶け込んでいると思いますけれども、そんなレイソルの中でまだちょっと話しかけづらい選手がいる。おお、ありがとうございます。はい、次、今日もお子さんたくさんいらっしゃってます。世間は夏休みですね。夏休みがもらえるとしたら行きたいところがある。
はい、ありがとうございます。で今日はお二人とも浴衣で、そして私も含めイベントレポーターの皆さんも女性浴衣着てますけど、いかがですか？女性の浴衣も最高でありがとうございます。さあ、もしありがとうございます、え、自分が女性だったとしたら、自分が女性だとしたら浴衣デートをしたいなと思う選手がレースの中にいる、うん、最後、今日は大量得点で勝つ。大量得点で勝つ、マルかバツか。ではちょっと振り返っていきたいと思います。まず1問目、これだけは誰にも負けないということがあるお二人とも丸でしたが、田中選手何ですか？顔の濃さ。そうですかね、一番濃いと思います、田中選手が。アレアンドロ選手。外人との戦いになります。それだけ勝つと。はい。ハンジン選手は。お、多分 T ラン。身長が一番高い。伸びるとで、まあ女子は上げて。身長は高いんですけど、顔に自信がないので、プレーで頑張ります。そんなことないですよ、ね、次行きましょう、まだちょっと話しかけづらい選手がいる田中選手、悩んでバトルしましたけれども、いないです。あの、基本的に誰とでも初対面でも結構喋れるタイプなので、溶け込むのはとても早かった。意外と俺が浮いてるんじゃないかなみたいなところはないですか？浮いてます。ありがとうございます。ハンジン選手は丸しましたね。저는그죠저는이야기를걸고싶지않아서걷는게아니라이번말을못하기때문에아직은못걸고있다喋りたい人がいっぱいいるのは間違いなくて、ただそのまだ言葉が喋れないのでなかなか行きづらい、でも目は行ってます。一番なんか話したいなって思う選手は、高井さんです。片島さんと同じ家に住んでる、同じ部屋なんです。ちなみにパッコ選手はいかがですか？굉장히좋은선배고굉장히좋은선배고조금무섭습니다すごく素晴らしい大先輩なんですけど、やはり怖いです。そして夏休みがあるとしたら行きたいところがある丸、田中選手どこですか？去年は結構行ったんですけど、今年1回も海行ってなくて、海も行きたいですし、花火大会とか祭りとかシーズン真っ盛りなんで行けないんですよ。そういうのも行ってみたいし、あとバーベキューとかもやりたいんですけど暇ないし、とりあえずやりたいことはいっぱいあるんです、はい、皆さんが夏休み普通にやってるようなことをいろいろやりたいということですね。はい、ハンジン選手は、저는아직여기에뭐잘모르는곳이굉장히많기때문에유명한곳같은것저그런곳에하나씩하나씩찾아가보고싶다まだ来て間もなくて何もわからないので、とりあえず名所から巡っていきたいなと思います。それで勝ち返さなみは僕よ、誰か言ってくれる人いませんか？はいって手を挙げた方が最後で、自分が女性だったら浴衣デートをしたいと思うチームメイトがいるお二人とも丸でしたが、田中選手誰ですか？良平くん。浴衣着た人はかっこいいでしょ。ちょっとコーンが来るそういう系で、B さんじゃなくてちゃんと良平くんだった。
저도제가여자라면요혜영이같이여기있습니다그리고내한상도한분은もし自分が女性ならやはり亮平さんがでもたまにはレアンドロと田中選手はいかがですか？できんだいいですありがとうございます。ではお二人とも今日もレースの勝つということで予想していただきましたので、最後にたくさん集まってくださったサポーターの皆さんに一言ずつメッセージをお願いします。では田中選手、本当に今日も、試合に足を運んでいただいてありがとうございます。まあ、個人的には試合をしている姿を見てもらいたかったんですけど、こういう形で触れ合えてとてもいい経験になりました。今日もいい試合をして勝てるようにチームが準備 100% 準備してきたので、楽しんで帰ってください。ありがとうございました。네일단이런자리에서이렇게팬분들과얘기하고너무즐거운시간이었고요그리고오늘경기하는데제가 마찬가지로뛸수는없지만경기장에서보면서같이팬분들을열심히응원하겠다고다같이열심히응원부탁드린다고今日は皆さんとこのような時間を過ごせて本当に幸せです。自分も同じく試合には出れないんですが、皆さんと同じ熱い気持ちを持って試合を応援したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。